はい、ここは成城4丁目発明の森緑地の隣ですね、もう少し広めの概念で、成城4丁目緑地へ入っていきたいと思います。はい、有名人著名人の方がとても多く暮らしている、また暮らしていた成城でございます。先ほどの発明の森に関しましては、過小計算機の、創業者さんのですね、ご自宅を一部開放していただいて、緑地帯になっております。またこの近くにはですね、とても有名な俳優さんのご自宅ですとか、ビール会社がですね経営してた、ビアガーデン、プール、ゴルフ場が昔あったんですけれども、そのビール跡地をですね、今分譲マンションにして、多くの方が暮らしていらっしゃいます。このちょうど反対側の長めの坂があるんですけれども、昔からこの辺りを知っている方はですね、その坂のことを、ビール坂と言ったりしますね。ここ10年ぐらいに、引っ越してこられた方はあまり馴染みがない言葉かもしれないですけれども、20年以上成城にお住まいの方はですね、この裏側にある坂のことをビール坂と言ったりしますね。はい、成城4丁目緑地降りてきました。はい、隣には発明の森市民緑地への入り口が見えますかね。黄色いプレートがあるところですね。カシオ計算機の、創業者さんご自宅がすぐ近くにございまして、その自宅一部をですね開放して緑地帯に最近はさせていただいておるようでございます。じゃあこのままちょっと登っていっちゃいましょうか。はい、この坂は、成城4丁目になるのかな。成城4丁目の住居表示ですね。私は実はですね、成城世田谷のお隣調布市出身なんですけれども、入間町3丁目とですね成城4丁目は隣接しておりますもので、この成城のあたり小学校の頃よく遊んでた記憶があります。まあさすがにね、成城ブランドには勝てない調布市でございますけれども、利用する駅が成城学園が最寄りなもので、住んでる場所はと言われるとですね、成城エリアですと、ちょっと大きく今も昔も言っております。はい、はい、はい、成城4丁目ですね。このとても長い坂ですね、以前はビール坂という名前で呼んでおりました。はい、そしてこの大きいマンションがありますけれども、この辺りからおそらく調布市になってしまうんですね。まあなってしまうという言い方も変ですけれども、はい、この大きなマンション、以前はですね、プールでした。どれぐらい前ですかね、25年ぐらい前はプールだった記憶があります。
年代がちょっと分かっちゃいますけれども、あのビートたけしのスポーツ大賞なんかでもね使われるプールがここにはありました。清水プールという名前だったような気がしますね。はい。